ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第77回目はこちら。さあビビ君、今日はトラスタにやってきました。ひゆくん、今日はどうしてトラスタに来たんですか？そうですね、今日は2022シーズンの新体制発表会がトラスタで行われるということで、ビビくんもやってまいりました。先日1月10日に行われたビファーレン長崎の新体制発表会、春名社長のご挨拶をはじめ、新しいスローガンや背番号の発表、また新加入選手のご紹介が行われました。 YouTube ライブを見ていただいた皆さんもこちらの一幕をご覧いただけましたか？今日はですね、実はクラブマスコットビビ君潜入してたんだよね。この新体制発表会の裏舞台、ビビ君がじっくり潜入した模様を皆さんぜひご覧ください。ということで、今回は2022シーズンの新体制発表会に潜入。ビビ君も新しく加入された選手の皆さんにご挨拶をして、たくさんの話を聞いてきました。どんな選手の皆さんとお会いできるのか楽しみです。では行ってみよう。今年の新体制発表会では、新しく加入した選手10名が登場。クリスティアーノ選手もオンラインで参加しました。早速ビビ君、本番前に新しく仲間になった選手の皆さんにご挨拶とインタビューをさせていただきます。まずはビビ君も仲良しのアカデミーチームから昇格した阿部選手と、前橋育英高校から加入した笠柳選手にお越しいただきました。阿部選手はこれまでも何回かお話ししてきましたが、笠柳選手、ビビ君の印象いかがですか？可愛いです。可愛いですか？違うんです、ね、はい、そう、かっこいいを求めてるけど、阿部選手どうですか？かっこいいですか？可愛い笠柳選手、初対面なのに失礼しました。それでは気を取り直して準備してきた質問をお聞きしてみましょう。お正月にお餅は何個食べましたか？お餅の好きな食べ方も教えてください。ピー君、今お餅にハマっていて、ピー君は昨日までに何個食べたんだっけ？22？ビビ君、年明けに発表した目標はお餅1000個。これでも少しペースが落ちています。自分は選手権で1月4日までずっと戦ってたので、オフはなく、オフなくて、でお餅も食べる機会がなかったんです。あら、けど好きな食べ方は、まあ、焼いて醤油につけて、これ巻いて食べるのが一番好きです。阿部選手はいかがでしょうか？2個ぐらいしか食べてない。焼いて醤油つけたのが、それか昨日つけた。そして続いてはこちらの質問。趣味や特技を教えてください。僕は食べることが大好きです。好き嫌いはないです。高校3年間、寮生活だったので、あんまり遊びに行くとかなかったんですけど、寝るのはすぐ目をつぶれば寝れる。寝るのが得意。どこでも寝れるんですか？皆さんもご存知のようにビビ君も同じ特技を持っています。暇な時は YouTube。 じゃあ潜入ビビ君も見てくれてますか？あ、見てます。笠柳選手、潜入ビビ君は見たことありますか？いや、まだ見たことない。あ、まだ見たことない。笠柳選手、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ビビ君もこれからたくさん絡んでいけるといいですね。続いてご挨拶させていただいたのは村松選手と奥田選手のお二人。それではビビ君、あの質問をさせていただきます。お二人はお正月にお餅食べられましたか？僕は食べてないです。あ、食べられてない。僕はお餅大好きなんですよ。で、お正月は10個以上食べました。え、
ビ君は1月1日から3日までに10個食べたので、あ、僕は1日と2日食べたので勝ちですビビ君、残念。自信持っていたのに初めて負けちゃいました。ちなみにどんな食べ方がお好きなのでしょうか。僕はくるみ餅っていうのが好きで、母が岩手県出身でそこの食べ方らしいんですけど、くるみ餅は岩手県で有名な郷土料理。くるみをすりつぶして砂糖と醤油を加えたタレにお餅を絡めていただきます。ビビ君も好きそうな味です。さらに奥田選手、お休みの間幸せな時間も過ごされたようです。うわー、4日に結婚式挙げたので。あ、そうなんですね。新年早々大イベント、今年は奥田選手にとって特別な年なんですね。そして気になるこちらの質問、趣味や特技を教えてくださいということで。去年は暇あればゴルフしました。ここでビビ君、何か言いたそうです。あ、作ったね。ちょっと去年ビビ君手作りでゴルフ場作ったりしたのでぜひ今度機会があれば遊んでください。2022シーズンに22番を背負う奥田選手とプロ1年目から背負っている16番の村松選手、皆さんもぜひ覚えて注目してくださいね。続いてはビビ君、守備を務めるディフェンダーの高橋選手、串引き選手、奥井選手、早速お正月に食べたお餅の数をお聞きします。お餅の数は絶対覚えてないです数は覚えてないですけど、基本的にあのきな粉で食べるのが、うん、正月は子供に入れて、はい、何、はい、ですか、1個ですか、子供に踊るだけ。お餅のめちゃくちゃ面白い食べ方してるんですね。いや、いつどこでどんなエピソード。奥井選手と串引き選手とっても仲が良さそうです。僕は3個ですか、ね、そんな1年通して食べないほんとそのお雑煮はい食べるぐらいしか記憶にないかな。はい、そして次はオフの過ごし方、どんな趣味や特技をお持ちなのでしょうか。僕はオフは子供とずっと一緒に遊んでいます。昨年第3子が生まれまして、3人の子供を覚えるんで、むしろ練習より疲れるぐらい。奥井選手はパパとしても頑張っているんですね。僕は趣味っていうより旅行が結構好きで、前の所属の柏レイソルではあまり行かれなかったので、初めてその長崎、九州の地に来たので、それが一番今楽しみかな。長崎の魅力をたくさん知っているビビ君、高橋選手にもぜひ知ってほしいですね。続いてお話をお聞きしたのは、ゴールキーパーの浅沼選手と笠原選手。それではビビ君、お決まりのお餅の質問から。僕は5個ぐらい食べたかな。醤油つけて海苔巻いて食べるのが好きです。笠原選手も人気の食べ方、浅沼選手はいかがでしょうか。雑煮に入ってたら1個しか食べてないです。好きな食べ方はバターを入れるのが好きです。ビビ君、興味津々。バターを切ってもポイって入れて温めたら溶けていくんで、それが欲しいです。ビビ君、次に食べるお餅でぜひ試してみましょう。続いてビビ君がお聞きしたのは趣味のお話。アクアリウムが好きで、熱帯魚を育てていました。とってもおしゃれなご趣味です。ビビ君、笠原選手が育てたお魚さんともお友達になれるといいですね。やっぱり食べることを自分も大好きなので、はい、長崎の美味しいものをいっぱいビビ君に教えてもらって、はい、行きたいです。機会があれば一緒に食べ歩きも楽しそうです。ビビ君、今度は同じ色のユニフォームでご一緒できるといいですね。お話を終えた新加入選手の皆さんはいよいよ出番のお時間。新体制発表会では背番号に込めた思いや長崎に行きたい場所など人柄のわかる質問にも答えています。まだ見ていない方はぜひアーカイブ動画をチェックしてください。新体制発表会も無事に終わり、長崎の美味しいものを
たくさん食べたいとお話ししてくれた浅沼選手にビビ君がこんなものを準備。何これ。長崎21市町あってビビ君おすすめの美味しいものを一覧にまとめましたので。そう、ビビ君が準備していたのはもぐもぐリスト。え、これ待っていいの。浅沼選手、ビビ君おすすめの長崎グルメ、ぜひ食べてみてください。いよいよ2022シーズンが始動したビフォーレン長崎。スローガンは 100% 予想以上、理想以上。ビビ君も新しい仲間入りをした選手の皆さんともっと仲良しになって 100% の力でクラブの活動や長崎の魅力を発信していきますので、皆さんもぜひ応援をよろしくお願いします。潜入して思ったこと、すごくドキドキしましたが、新加入選手の皆さんといっぱいお話できて嬉しかったです。2022シーズンのビファーレン長崎はどんなチームになるのかな。ワクワク楽しみ。僕もいつでも 100% の気持ちで応援もサッカーの練習も頑張ります。ビビ君。